巡り会えた喜びの陰で不安が芽生える。また再び別れることにならないかと恐れるようになる。それでも再会を望まずにはいられないのは、見えない未来よりも幸せな過去を望む人の弱さだろうか。この世の終わりってこんな感じかな。あれが世界を滅ぼすの？不明。ただここで世界が終わってたら、俺は未来に生まれてない。必ず解決する方法があるはずだ。どうした？壊れた眉の娘らは時に浮かんだ魔物の生贄になり、柱はやがて死の砂となり、眉は大地に落ちる。おい、セラ、セラ。セラにもあいつと同じ力が。なんだ、なんで胸が騒ぐ。大物、いや、化け物だな。セラ！スノー！スノーなんでしょ？ねえ、スノー！セラ！俺、夢見てんのか？夢でもいいや！
しやがって。畳みかける。来い。了解。ことを知らない奴は長生きできないぞ。引くに引けない大事な時ってのもあるだろう。へりくつ言うな。人はそんなに丈夫じゃない。簡単に死ぬんだ。たまたま人より頑丈なんでな。ともかく助けてくれてありがとな。名前は？ノエルだよ。で、彼がスノー。婚約してるんだ。保留中だけどな。意外、ここまで無茶なやつとは思わなかった。しかも未来に来てるなんてな。そりゃこっちのセリフだ。どうしてセラがここにいる？それは、お姉ちゃん、スノーにまた会えたの。相変わらず無茶ばっかりで、人の気も知らないで。会えない間、心配していた私が、なんだかバカみたい。で、今ここにいるの。今度はそっちの番。セラを置いて出てって、未来にいてあんなのと戦ってた理由は？なるほどな。聞いてる？俺も夢の中でライトニングに頼まれたんだよ。お姉ちゃんに？コクーンを守れってな。そんで時間を超えていろいろ調べて、あのデカブツがコクーンを落とすって分かった。さっきのプリンが？ああ、俺の時代の言い伝えだとコクーンが落ちたのは戦争のせいって話だけど。原因は一つじゃない。気づいてたか？あのプリン、クリスタルの柱をちょっとずつ溶かしてるんだ。それじゃあ中にいるバニラたちも？ああ、それでコクーンがぐらついて、人間同士でゴタゴタが起きて、あっという間に戦争になる。辻褄は合ってるか。スノーの夢にもお姉ちゃんが出てきた。コクーンの柱をバニラとファングを守れってこと？引くに引けない大事な時ってのはそういうこと。あのデカブツをぶっ倒すしかねえんだ。スノーに違う頼み事をした。ライトニングはバルハラを動けないってことか。にしても変だ。ありえないほど大量のプリンが現れて、ありえないほど巨大化してる。あ、パラドクス？クポ？だとすれば答えは時間の向こうにある。オーパーツがどこかにあるってか？お姉ちゃん、
スノーと夢で会ったの？夢でしか会えないのはきっと理由があるんだよね。スノーは何も変わってなかったよ。ずっと離れ離れでやっと会えたのに。いつもの調子だったからちょっと不満もあったけど、分かったんだ。小さな不満が気になったのは心に余裕ができたからだね。遠い未来に来てる不安を変わらないスノーが忘れさせてくれたんだ。